This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。ASEANの牛肉市場で需要が増加しています。タイ工業連盟は今年の自動車生産見通しを下方修正しました。ウェルネスツーリズム推進のため、パンアー県へのファムトリップが企画されました。タイの景気感が3ヶ月ぶりに上昇しました。それではまず、はじめのニュースです。ASEAN の牛肉市場で需要が増加しています。タイは ASEAN での牛肉市場が増加を続けており、経済的付加価値を与え、雇用を創出し、畜産農家に収入をもたらすため、支援を行いたいと考えています。全国村落都市コミュニティ基金事務所は、草の根経済強化プロジェクトのイベント、基礎経済の創造、安定した国家を建設するを実施しました。強い村落、コミュニティの持続可能な発展を目指すものです。政府は特に農家の良い生活、持続可能な経済強化を望んでいます。東北地方は畜産と農業に非常に適した地域で、農業面積では全国の 70% が東北地方に集中しています。牛や水牛の数も多く、東北地方の畜産業は全国の半分以上となっており、東北地方は国における畜産業の重要な供給源です。ASEAN地域の成長を支え、ASEAN 経済共同体の開国を支援し、世界に向け牛肉を販売できるよう、畜産分野における食料・農業ビジネス開発の中心地として、タイ東北地域の振興を進めていく方針です。現在、ASEAN 各国では牛肉や水牛の需要が高まっています。しかし、タイでは牛肉や水牛の飼育が減少しています。政府は畜産業支援プロジェクトを実施するために、村と都市の基金を割り当て、100万頭の牛プロジェクトを立ち上げ、農家が牛や水牛の飼育に戻ることを奨励しています。畜産農家が増えれば、質の高い牛肉の生産が可能になり、国内市場のニーズに応えられるようになります。ベトナムでは消費のために、生きた牛を輸出するようタイへ求め、タイの水牛の農場や酪農場を承認しています。タイからベトナムに輸出することが認められた14カ所の農場からの最初の輸出は7000頭に達し、タイの農家にとってこれは朗報となっています。経済効果は2950万バーツ以上に上ると推定されており、今後、生体牛の海外への輸出に弾みをつけるものとして歓迎されています。牛肉の生産に関しては、農業省畜産開発局が
牛肉飼育の品質基準を管理、監督しています。疾病のない牛を育てている農場の基準、赤肉促進剤の未使用の認定などの家畜基準などを設定し、国内外の消費者の信頼構築と安全に配慮しています。次のニュースです。タイ工業連盟は今年の自動車生産見通しを下方修正しました。タイ工業連盟はこのほど、今年のタイの自動車生産見通しをこれまでの195万台から190万台に下方修正しました。中国からの電気自動車輸入が増加していることや、金融機関が自動車ローンの条件を厳しくしていることが主な要因だと説明しています。タイ工業連盟で自動車産業部会の広報担当であるスラポン副会長によりますと、タイ政府が電気自動車産業の成長促進方針を打ち出していることから、タイでは中国製電気自動車のマーケットシェアが拡大しています。また今年の国内市場向け自動車生産は当初90万台余りと見込まれていましたが、タイ工業連盟では現在5万台減って85万台程度にとどまると予測しています。次のニュースです。ウェルネスツーリズム推進のためパンガー県へのファムトリップが企画されました。タイ政府観光庁はこのほど南部パンガー県へのファムトリップを企画し、参加者はヘルス&ウェルネスツーリズムの価値と意義について学びました。参加者は外国メディアの代表者やパートナーで7月22日から23日にかけ、パンガー県のカオラク地区で行われたウェルネスの旅に参加しました。この旅ではターナームプライ温泉での天然温泉入浴や温泉卵の試食、メモリービーチでの波乗り、ヨガや瞑想、バティック、絵付けなどの手工芸、ワークショップへの参加、ミシュランの地元グルメの試食など様々なアクティビティを体験しました。これらの体験を通じて心身の健康を育むとともに、充実したヘルス&ウェルネスツーリズムを実際に体験しました。この旅はアメージングタイランドヘルス&ウェルネスツーリズムを推進するために企画されました。ヘルス&ウェルネスツーリズム推進プロジェクトは、タイのウェルネスツーリズム商品を世界市場へ紹介し、優位性をアピールすることで、新たな視点を生み出すことを目的としています。ファムトリップに加え、タイ政府観光庁は、タイランドミーニングフルウェルネスと名付けたオンラインマーケティングキャンペーンを開始しました。このプロジェクトは旅行を増加させ、少なくとも1200万バーツの収益を生み出すと期待されています。ヘルス&ウェルネスツーリズムの詳細は、タイ政府観光庁のウェブサイトで紹介しています。次のニュースです。タイの景気感が3ヶ月ぶりに上昇しました。タイの6月の工業景気感は、内需の増加を背景に3ヶ月ぶりに上昇しましたが、輸出の低迷と新政権樹立の不透明感が依然として懸念材料となっています。タイ工業連盟によりますと、6月の工業景気感指数は5月の 92.5 ポイントから 94.1 ポイントに上昇しました。タイ工業連盟は、内需は観光セクターの継続的な回復によって支えられていますが、タイの成長の重要な原動力である輸出は世界需要の低さによって圧迫され続けていると指摘しました。タイ工業連盟のモントリ副会長は、タイを訪れた外国人観光客はコロナ前の2019年は4000万人近かったものが、今年は2900万人から3000万人にとどまるとの予測を発表しています。タイ工業連盟によりますと、5月に行われた総選挙後、新しい政権がまだ発足していないため、政治的な先行き不透明な状態が続いているとして、これが国内の大きな懸念材料となっています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。ASEAN の牛肉市場で需要が増加しています。タイ工業連盟は今年の自動車生産見通しを下方修正しました。ウェルネスツーリズム推進のためパンガー県へのファムトリップが企画されました。タイの景気感が3ヶ月ぶりに上昇しました。以上、
ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。ของเธอเสียงที่บอกฉันว่าเธอห่วงใยมือนั้นของเธอที่แตะและผากฉันวันที่ฉันไม่สบายทุกฉากทุกตอนไม่เคยจางหายแม้จะผ่านเนิ่นนานเท่าไรและทุกฉากทุกตอนนั้นคอยตอกย้ำสิ่งที่ฉันเป็นตั้งแต่เสียเธอไปว่าฉันเป็นคนงอเนื้อใครใครไม่รักแท้อยู่ดูแลไม่ได้จะรู้ค่ามันก็สายเกินไปปวดร้าวคิดอยากย้อนเรื่องราวแค่ไหนได้แต่ฝันจนเหมือนเดิมรูปเมื่อก่อนนั้นที่มันขาดไปแต่ทางของเราจะต่อดีอีกไหมหรือว่าฉันต้องทำใจเพราะทุกฉากทุกตอนไม่เคยจางหายแม้จะผ่านเนิ่นนานเท่าไรและทุกฉากทุกตอนนั้นคอยตอกย้ำสิ่งที่ฉันเป็นตั้งแต่เสียเธอไปว่าฉันเป็นคนงอเนื้อใครใครสายเกินไปปวดเท้าคิดラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.